エベレストもこういう感じで登っていくんですか。まあ、こんな急なとこはあんまないですけど、ええ、セカンドステップのとこは岩場で急ですね。こういう感じで登るんですか。まあ、この傾斜ができれば全然問題なくなる。これね、はい、氷にはつま先横にしないでもまっすぐ。そう、ロープ切らない。ああ、そっか。ロープ切れちゃう。この辺の安定した方に立った。要はこれをずっと永遠繰り返すってことですね。そうそうそう無意識のうちに安全にできるように、ええ、なるほど。へえ。でも向こうでまた練習できます。ええ、繰り返しですねこれ、うん、基本ロープがあればじゃあどこでも登れるんですかね。ロープ張ってあればね。張ってあれば。でも普通の山は張ってないから。ああ、そっか。エベレストが、うん、まあ、特別だと思ってたさ。なるほど。エベレストはロープ登りなんですね。そうです。まあ、マナスルもそうですけど。へえ。マナスルは傾斜がないんで、はい、ほとんどやっぱ足で上がって、まあ、万が一落ちた時に止まるっていうその程度。ちょっと程度の違いがあります。でもエベレストはほとんど。エベレストでもほとんどそうですよ。ほとんど歩いて登るんだけど、はい、万が一滑った時にそれで止まるっていう感じで、岩場にぶら下がって登るっていうのはもう少ないんですよね。すごい機械ですね。しかしこの湯回るすごいでしょ。ええ、すごい機械ですね本当に。感動します。ただこれも今雪とかないですけど、これ雪が降ってる時にここにシャーベット状の氷が詰まると滑って落っこちゃうんですよ。ああ、なるほど、うん、カルステンツなんかは結構あら氷とか、ね、0度ぐらいで降るんで、その間に詰まるともうヒューフンに滑っていっちゃうんで、それは滑らないようにまた技術があるんですけど、へえ、また今度教えてます。そっか、こことの噛み具合に間に氷が入っちゃうと、そうなんです。これの面がピューツルツルの面になっちゃって、結構危ないですね。なるほど。まあ、あのエベレストとかの場合はもう雪は溶けないんで、はい、そうはならないですけど。そっか、うん、あっちだと溶けるからってことですか、うん、雪が。でもね、結構雪が降った後にこのロープに付着するんですよ雪が、うんうんうん、そういう時はやっぱり気をつけないと滑っちゃいますね。だからこれあの滑ったら、はい、このここに氷がつくんで、はい、これをまあピケとかでカリ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 っていうふうに削ってやればまた復活するんですけど、エベレストでもそういうことは絶対なくはないんで、本当に滑ったら怖いですよ。はい、なるほど。今ね、例えば滑っても星野さん側の青いロープっていうのは、あ、視点があるんだ。視点があるんです、はい、僕の場合下までないんで50メートルが起こっちゃう。なるほど。この間それでね、僕の先輩がマナスルで、はい、C4 の下で下まで起こって
次の支点までが 50m だったんですよ。で死んじゃったんです。へー、うん、ロープがかかってるからといって安全っていうわけじゃない。へー。